ゆうひとち様と雅子様の皇室比較。収入や役割について徹底解説文章。皆様、こんにちは。本日は、皇室におけるゆうひとち様と雅子様について、収入や役割などを比較して解説いたします。皇室には、多くの方が興味を抱かれているかと思いますが、その中でもゆうひとち様と雅子様は特に注目されています。それでは早速比較していきましょう。まずは収入についてですが、皇室費としてゆうひとち様には年間約億円が支給されています。これはゆうひとち様が将来的に皇位につくことを考慮してのものであり、彼の皇室活動に必要な費用が含まれています。一方、雅子様は皇后としての立場からご自身の収入はありません。彼女の活動は天皇陛下や皇室行事のサポートが主となっています。次に役割についてですが、ゆうひとち様は現在幼少期のため公式な役割は持っていません。ただし将来的には皇位継承者として様々な行事や外交活動などに参加されることが予想されています。一方、雅子様は皇后として国内外の公式行事や慈善活動、文化活動などに積極的に参加されています。特に女性や子どもたちへの支援や教育に力を入れておられることが知られています。さらに、ゆうひとち様と雅子様の教育についても触れておきましょう。ゆうひとち様は現在学校に通われており、幼少期の教育を受けています。一方、雅子様はご自身の学歴や専門知識を生かし、皇后としての役割を果たすために様々な勉強や研究をされています。彼女の教育には国内外の専門家からの指導や協力があることも知られています。最後に、ゆうひとち様と雅子様の役割や活動に対する皆様のコメントをお聞きしましょう。皆様はゆうひとち様や雅子様に対してどのような印象をお持ちでしょうか？彼らの活動に期待することや応援したいと思う理由などぜひお聞かせください。皆様のコメントは彼らの活動の参考になるだけでなく、皇室に対する理解を深める一助となることでしょう。以上、ゆうひとち様と雅子様の皇室比較について解説してきました。収入や役割、教育など様々な観点からご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか？皆様のコメントをお待ちしております。引き続き皇室についての情報をお伝えしてまいりますので、どうぞお楽しみに。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。